せーの、おはようございます。佐久慎太郎です。今日なんですけど、うん、昔の動画で、うん、先生が神奈川で神奈川に、ナイフパンチをしてるんですか、うん、でその動画興味したんですけど、うん、その中で、こうやって方向変えるみたいなパンチだったのが出てます。なんかカーブパンチやったね。そうで、ちょっと今日それ食らわしてほしい。あーでも盛り付きねえじゃない時に。ああ。そう。でもあの時はもう絶対行くと思って自分でどうしたかもわからんけど、はい、行ったらできた。難しく思ってたな。そうなんか。ねえ、あのそんな大きさついてて、はい、ちょっといろいろパンチ、はい、まあパンチ、まあ胸でいこうか今日はじゃあ。ミートミートミートない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 。で、あの普通に、まあ、ちょっとまあこっちまだ意味が分かんないですけど、普通に、もう普通に使う感覚の表層筋の瞬発力とかで、こういう感じ。まず普通にはこういう感じなんですね。で、よくやってたけど、今度は、底抜ける感じ。底抜ける感じの。おぉ、抜けてる。抜けてる。で、前やった、下へ落とす感じ。おぉ、下へ落とす感じの。はい、下で、まだやったことないから、ちょっと試してみ。はい。次は何もやらないで、ちょっと試してみ。はい。痛いよ。やばい。だから多分痛いとか衝撃が強いとか。いいよ、違うだよ。めっちゃビビりした。した。ビビりした。新しい感じ。あ、もう、大丈夫。言っちゃったら。そうやな。で、次が、ちょっとこっち右手でできるかな。はい、これも楽しんでもいい？はい。これもやったことない。はい。いや、違う。ちょっとこれダメだな。はい。見て。違う。何が違うか。痛い。痛い。ちょっと待ってね。これも違うな。うん、これダメだ。じゃあ次力を入れて。はい。おお。これはちょっとでもなんやろな。なんか違うな。でも違う。違うやつだな。重い。重い。ちょっともう一回やってみ。ああ、これどう説明していいか
いろんな使い方が手の力をとにかく使わなくて、うん、で何つったらいいかな、握らないみたいな。そう、ね、まあ、ほんでグー握っちゃったらもう結局表層筋も入るで、でちょっとだけ聞くけどまた違った普通に。だから抜いて今のこういう崩したりなんかするパンチの使い方でここ触れた瞬間に表層筋肉を結構締め入れるの。ああこれは一番やっぱり、これはやっぱり一番効くやつね。ああ効き方が違うと思うんですよ。違うやろ、これはあんまり良くないパンチね。そうで、この表層筋を入れない入れなければ、うん、こうやって崩すとか、例えばちょっと押すとか、いろんなその触れてからいろんな触れてからいろんな力を出せるわけ。この手だらんとちゃんと抜いた手、うん、この抜いた手でパンチを出して当たる瞬間に決めるわけだから、さっき言ったけど、ここまでもね、勝負、これを、うん。で、ここで、例えば、フォークボール。あーフォークボールでしょ。下下がるとか、で、ここまでは一緒で、もうこのグーの表層筋のさっきみたいな締めをせんと、抜けると、うん。これは、抜けるという感じ、うん。そう。で、表層筋の締めは使わないけど、ここに集めるから。だから、この手が抜けたパンチを打てると、だから、なんちゅうかな、自分が意識したイメージというか、落とすとか、そこに威力を伝えるとか、ちょっと顔を今言っちゃったけど、そういうのが相手にうまく伝わって、そういうふうな反応を起こす。で、ほら、もう一回ちょっと、ここ。聞かせやつ。そう、締めないやつね。締めないやつで、ここに聞かせやつ。で、どう？しばらくしたら、結構早く回復。ああ、そうそう。さ、これよりは早い。はい。で、ちょっと表層筋締めるやつね。こっちは、いやいや、こっち嫌や。なんかいやこれは残るっすずっと残ってそうで、これを強く打つとやっぱダメージも結構強く残しちゃう感じになるだから作戦団ではこのパンチは使わないっていうのが、うん、で今のこういう握らないでその体を何つったらいいうまく言えねえけど、うん、そういう意識で伝わるわけ胸とかでも痛くしようと思う痛いけど、これはダメージが残らない、うん、残らないそしたら、その瞬間がそうで、さっきのニューパンツみたいなあー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 でもこれも多分ダメージに残らない次の日今多分登るかもしれない、初めてやるかね。あ、でも確かに、人がもうあれかもしれない。うん。で、これも今のでちょっと締め入れると思ってやる。それは。そうだからまあ、とにかくこの腕脱力した感じを見ると、はい、まあ、パンチもいろいろ打てるし、いつもやってるけど、まあ、このパンチを打ってる感じでパンチ打ってきて、受ければ、受けも結局そういうふうにいろんな力、この間やったらね、はい、落とすとか、くっつけるとかもね、要は、この腕は一緒なんですね、パンチの時も受けん時も受ける。そうそうそう。で、もう、全部やれるタイプやけど、一つ一つを分けて説明すると、例えば、成長戦をどうするとかさ、そういうふうにやるんやけど、じゃあ難しいのにしたもん、パンチなんですよ。しかもカープさんなんて忘れてました。思いつきでやったんですが、まあなんか今日は成功での失敗点がちょっと上げ上がらんと思ってましたから、これは全部ジロちゃんのせいだったので申し訳ないです。次はちょっと面白いのを頑張ってもらってやりましょう。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。